ライブライフをご覧の皆様、クラシックギター奏者の福田真一です。どうぞよろしくお願いいたします。クラシックギタリスト福田真一さん、これまで国内外で数々の賞を受賞し、国際的なギターコンクールの審査員も務めるなど世界的に活躍。若手ギタリストの育成にも力を入れ、鈴木大輔さん、村地香織さん、大萩康二さんといった一流アーティストを育ててきた、まさに日本クラシックギター界を代表する存在です。そして今年8月、ザ・フェニックスホールで3年ぶりに開催された福田さんプロデュースによるギターの祭典、大阪ギターサマー。12年目を迎えた今年は、大萩康二さんを迎えてジョイントリサイタルを開催。若手ギタリストの育成を目的としたマスタークラスやワークショップなども開催されたギターの祭典についてお話を伺いました。生のギターの音をみんな知らないので、楽器のその振動を感じながら演奏している我々と空気がお客さんとの間にありますよね。その空気が問題なんです。それを大事にしなきゃいけないですよね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大阪ギターサマーという、まあ、このプロジェクトなんですけども、うん、まあ、いろんなプログラムがあって、まあ、今回こうマスタークラスっていうのがちょっとあんまりこう聞き慣れない、うん、大阪ギターサマーで用意された4つの企画、その中の1つ公開マスタークラスとは一体。オーディエンス、お客さんがいる前でレッスンを受ける。あ、そういうこと、それ1対1でやる。そして演奏会場で、できれば演奏会場の広い響きのいいところでやる。それは一つはやっぱりそこでその本領が発揮できなければ音楽なんか何も意味がないじゃないかと。日本だとどうしても狭い4畳半ぐらいの部屋で先生と1対1で、はい、生徒さん呼び込ん でいざとなって年に一度の発表会の時にコンサートホールにホイと掘り出されたら何ができるんだろうということなんです。オーディエンスの前に緊張しながら演奏して、そこで本領を発揮できるかどうかが全てなわけですね。海外ではとてもポピュラーという公開マスタークラス。一般のお客さんがいる前でプロを目指す若手ギタリストたちがレッスンを受けます。緊張感のある本番さながらの雰囲気の中、世界トップクラスのアーティストによる指導は受講生にとってはもちろん、一般のお客さんにとっても貴重なシーン。毎年多くの人が集まる人気の講座となっています。今年は海外で活躍するギタリスト大萩康二さんも講師として参加されました。自分は九州の宮崎県出身なんですけれども、それで福岡に習いに行ってた時期があって、でその時に福田真一先生にお会いしたんですけれども、それからもう かれこれ30年経ちましたが、あれもマスタークラスでした ね、そうですね。初めて2人が出会ったのも、うん、彼は14歳だったんですよね。フランスに留学されていたので、そのアカデミックなちゃんとことをおっしゃってくださるので、うん、もう全部が何というか理にかなっていることで、やっぱり自分がこう、気にしていたけどどうなんだろうなっていうような、そのモヤモヤしていたところが全てはっきりしたのをすごく印象に覚えてます。頭いいんですよね。クレバーな子。すごい。30年前の話ですよ、今のは。もうこの素晴らしいホールの中でのマスタークラスができることは本当に自分も光栄に思いますし、何かその今回の生徒も素晴らしい技術だったり才能を持った子たちが集まっていたので、とても楽しくて あっという間に過ぎました。大抵もうすでにね、僕とこへ来るっていうと大体もう子供で出来上がってる子なんですね。うん、だからまあ来たらね、才能ありそうな子はいかに潰さないか。模倣する能力がある子だけの子っていうのを、例えばそのこっちでこう弾くとね、はい、映ってしまうだけの子っていう、はいはい、そういう子にはなるべくそういう子の前では弾かないようにしたりですね、で全然映らない子より自分のものがもうあって、僕とは全然あなたとは私はスタイル違うのよみたいな感じの子もいるわけで、はい、そういう子の技術が悪かったりすると弾いて矯正してあげるとか、そういうのはだいぶ年いってから変わってきましたね。最初のうちは割ともうわーってやってましたけど、でもやっぱりね、目立つ子っていうか、まあ、大萩さんや村井さんか鈴木大輔さんなんかもと、特にこの3人はそうなんですけど、こう傑出した才能を持っているので、だからもうなんか割とこっちがバーンと意見ぶつけていっても全然彼らの方が跳ね返ってくるし、みたいな感じで自然に育っていってくれたという感じですよね。そしてメインコンサートとして
トッププレイヤーによる夢の共演、世界最高水準の演奏に誰もが酔いしれました。ギターの祭典大阪ギターサマーでは、クラシックギターの普及を目的にアマチュアギタリストたちを集めたワークショップも開催。指導したのは今関西で注目される実力派ギタリストの4人。およそ4ヶ月にわたり複数回開催されてきたワークショップ、最後は公開マスタークラスの受講生とともにミニコンサートが行われました。そしてワークショップを指導した4人によるギターアラカルトと題したコンサートを開催。4人でやってるわけだけれども、はい、だんだんこうお客さんが注目してきて、次の核になってくる人は大阪にいてほしいんですよ。まあ、知った激励しますけれども、はいはい、うん、だけども、いい傾向にありますね。はい、だから2日間で収まりきらなくなるとこっちの思うツボなんですけど、大阪が喜んでくださるかどうか分かりませんけれども。いや、 やっぱりね、生のギターの音をみんな知らないので、うん、ご存知ない方多いですね。はい、ギターの音っていうと、アコースティックというと、もうそのアコースティック言った時点で、テレビとか、なんかステレオでもないでおそらく電気通ってるので、電気ちょっとでも通したら僕はアコースティックではないって言ってるんですよ。なるほど、いつも。それここに抱いて、抱えてですね、はい、で、楽器のその振動を感じながら演奏してる我々と空気がお客さんとの間にありますよね。それを大事にしなきゃいけないんですよね。その奏者の空気感とか指の擦れる音、呼吸の音とか、いろんなものが全部一体化してその音楽となってこう来るわけですから、うん、そういう体験がやっぱり少ない方がすごく多いのね、うん、今の時代。生のこう楽器から出た直接の音を耳にこう入れてもらうっていうのは、その箱が良くないとできないんですよ。コンサートホールはいいホールがたくさんできてるんですよね。関西にもいっぱいありますけど、でそういうところのそれぞれのホールでギターの音聞くと全部違うはずです。うん、違う体験ができるはずなんです。だからギターファンになっていただくといいですよっていうことをね。うん、まあ、ピアノもそうなんですけどね、あらゆるそのクラシック音楽っていうのはそういうことになったっていうので、うん、これからも大阪ギター様をよろしくお願いいたします。来年も同じ時期に開催しますので、ぜひご来場ください。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。これからもおすすめライブエンターテインメント情報をどんどんご紹介していきます。ぜひコメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。